こんにちは。こんにちは。宮沢森生です。榊原太郎です。どうもどうも。フルネームです。フルネームバージョンで来ました。今日はちょっとこちら会議室の方を取りまして、はいはいはい、いろいろと質問も来たりしていますので、はい、ちょっと回答したいかなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先日ですね、はい、今日18日なんですけども、本当は、うん、16日、はい、私、インスピお中級シングルスお優勝への道、はい、平成最後のお挑戦とお思っていたんですけども、おいやもうお腹痛くなっちゃってそれはどういうことですか心配してお腹痛くなっちゃったんじゃないですか。いや、なんかいろいろとね、お腹持病でね、悪くてですね、はいはいはい、お腹痛くなっちゃって、下痢もひどくて、風邪もひいちゃったみたいで、あ、ちょっとね、フラフラする感じになっちゃったんで、はい、うん、まあ、無理しても、うん、他の方々にもね、迷惑かかっちゃうかなと思いまして、キャンセルさせていただきました。じゃあ出なかったんですね。出ませんでした。あらら、残念。はい、キャンセル費振り込みました、昨日。おお、あ、そうか、エントリー費は出さなくちゃいけないですね。そうですね。平成最後の試合はデホで。一応予告していたんでね、まあ、もしかしたらちょっと、はい、あの会いに来てくれた人がいたかもしれなかったんですけど、本当に申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。毛利さんを倒そうと思ってた人もいたかもしれないですね。ちょっとね、ストロークの調子とかちょっと良くなってきて。ああ、そうなんですか。はい。でね、復活。そうなんですよ。でね、おめちゃんにね、ちょっとガンダムを新しく買ってもらって、ね、はい、はいはいはい、それちょっとやったらね、お、これはいいぞと思ってね、言ってますね、梅沢先輩のところに。ちょっとね、楽しみにしていたんですけどね、いやー、残念。ああ、残念。まあでも、そういう時もありますよ。ですね。はい。まあ、また新たに。はい、頑張っていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。コミュニティっていうところを見たことあります？コミュニティですか？はい、チャンネルのところの、一番最初のチャンネルのところに、のトップページって、そうするとね、ホームだとか動画だとか動画リストとか、再生リストとか、で、ね、コミュニティってところがあるんですよ、はいはいはい、でね、そこのコミュニティってところが、なんでしょう、別に動画アップするんじゃなくて、掲示板みたいな形でなんか書いたりとかできるんですけどもね、はい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 、で、先日、いや、体調不良のため欠場しましたって書いたら、書いてくださ、コメントを書いてくださった方、見てる方いるんですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。試合動画楽しみにしております、体調を万全になさり、また元気なお姿を拝見したいと存じます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。寒暖差激しい時期だし、体調崩しやすいですよね。お大事なさってください、モーリーです。太郎ですが、やっぱりしっくりくるかな。フルネームはダメだと。お元気になったらちょっと再検討お願いします。フルネームよりも名前に言った方がいいと。そうですね、はい、心配ですがゆっくり休んでください。また元気な試合動画楽しみに待ってます。お、もうこれからはモーリーですって言ってくれないでしょうか。やっぱりモーリーですがいいんじゃないですか。そういうのがいいんですかね。そうかもしれないですね。じゃあやっぱりそうします。早っ。ネームはもうやめましょう。はい、はい、お大事にです。寒暖差も激しいですもんね。うん、優しいな。優しいですね。いつも前向きな動画で勇気もらってます。体一番ゆっくり休養してください。おー、ありがとうございます。インスピ欠場残念ですね。お体を大事にしてください。うん、お体を大事に。いやいや、本当にありがとうございます。ありがとうございます。優しいですね。みんな見てますか。そういう太郎さんも、ほう、来週インスピ榊原太郎出場、出場大会、そういうこともありますよ。え、実はですね、僕左の、はい、座骨の周辺、椅子に座るときにあるお尻の骨があるじゃないですか、はいはいはい、あの左側のあの周辺、肉離れを起こしまして、その夜からめちゃめちゃ痛くなりまして、おお、で椅子にもこう座骨が当たっちゃうんで、こうやってないと座れない状態。階段はもう左足は上に上げられないんですよ。右足からしか登れない。でかなり痛めてしまいまして、冠
大会なんですけど、申し訳ないけどちょっと大事を取ってお休みさせてもらおうかな、あららら、キャンセルということで申し訳ございません。楽しみにしていただいた方は申し訳ございません。ね、今まで、はい、去年くれから今年から12月からだったかな、12月出て、はい、12月1、2、3と出て、うん、はい、ずっと防衛をしていたのに、ずっと優勝してたんですよ。まあ危なかったけどみんな上手いんですよ、結構上手い人が来たみたいな、上手いんですよ。いやいや、それでもなんか見事に優勝ね、知っていたんですけど、ね、そうなんですよ。で今回も治って出るかなと思ったらやっぱりちょっとまだ怖いんで、まあ試合になると無理して動いちゃいますからね。うーん、肉離れって2回目やっちゃうと相当長くかかっちゃうんで、ここはちょっと大事を取ってお休みさせてください。申し訳ありません、申し訳ございません。まあ、やっぱり何事もちょっとね、痛めてる時だとかは本当無理しない方がいいですもんね。そうですね、休む勇気も大事かなって、ね、また来月とか、まあ、治ったら、治ったら、はい、はい、出る、来月またバリバリ元気に出ますので、はい、はい、私も出ますよ4月でなんとかね、もうこう平成のうちに出たいと思ってちょっとこうスケジュール見てたんですけど、はい、もうなんか、うん、出れるタイミングで秋とかちょっとなかったんで、まあ5月になるかもしれませんけども、はい、はい、今度は令和で、令和ですね、はい、頑張りたいと思いますので、頑張りたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、うん、さよなら、さよなら